こんにちは、稲葉です。フォガートのパワーポイント活用セミナー、昨日はリアル、今日の朝はズームオンライン、無事終わりました。はい、参加していただいた皆様ありがとうございました。10月もよろしくお願いします。で、今日の内容ですけどね、昨日 YouTube で言ってます、Google Earth Pro をグワーンとするのをパワーポイントで画面録画する。で、そういうのを紹介してみた。で、その中で私がポッと言った言葉、質問をもらいました。何人かの方からメッセンジャーで、あれってどういう意味でしょうかと。で、ものすごく大事なことなので、すぐに動画を作ってお答えしたいと思います。下手すると、自分の身が危なくなるようなことにもなります。では、ご覧ください。ここでですね、パワーポイントでの動画を保存する方法を間違えると大変なことになるってあります。本当に下手すると、個人情報とか秘密がダダ漏れになって大変なことになります。で、どういうことか言いますとね、昨日の Google Earth Pro の動画の中で言ったことはこれです。今、パワーポイント上でいろいろ加工して、この動画をほどにいっても意味がないと言いました。だからもうそのまま、もうほどにいって、クリップチャンプですとか、あれで加工していきますと言いましたね。で、聞かれたのはこの部分です。例えば、いらないとこをトリミングって、それはメディアと言って、ほどに言っても意味がないという言葉、どういう意味なんですかと、ものすごく大きな意味があるので、紹介したいと思います。こちら。はい、いつものようにパワポの画面録画の機能を使って、例えば私のポートフォリオが入っているサイトを紹介したいとします。で、こうやって囲んで、あとは録画ボタンをポンと押せば終わりですね。このように。で、うっかりいらないところが入ってしまいました。このように、お気に入りのとこが、丸見えです。私が登録してるお気に入りが。で、今は大したものはないわけですけど、で、ここから私のポートフォリオに行きます。はい。今撮ってますね。で、私が開いてる通りにパワーパー録画言ってくれます。ちょっとしばらくご覧ください。こんな風に。これはこれで便利です。まあ、授業なんかでわざわざホームページに行って開くいうのがもう面倒だったら、事前にホームページの内容を録画しておいて授業の時にパッとやればいいわけで、活用は広いです。で、もうこの辺でいいですか？はい。もうこの辺りで停止します。はい。では、パワーポイントスライドについたはずですので。はい。ついてますね。で、確認してみます。全部取ってしまうので、この部分が入っています。大きに、ここは見せたくないですね。ちょっと。で、汚いし、切りたい。まあ、後で切るかいうことで。はい。全体の録画はバッチリです。で、ここからですね、いらぬ、この部分を切りたいわけです。お気に入りはパッと、そこまでトリミング。方法は簡単。再生に決まって、といったビデオのトリミングのがあります。はい。両端だけパンと切れます。ほんで、ここ、お気に入りが見えなくなるところまで、ここで止めて、もうここがスタートということで、OK。
大丈夫です。これで確認。はあ、OK。はい。また、なんか見せたくないよ。お気に入りはカットされてます。で、これで OK を持って、この動画自体を保存したいとします。この動画をパワーポイントに入れたままではなくて、動画ファイルとして保存。これですね。メディアに名前を付けて保存。はい、これを押しますと、はい、保存するようになります、ここ。適当に私のポートフォリオとでも打っておきます。で、あとはもう保存、どこにしましょうか。適当にビデオのところにも、はい、ここでですか、ビデオのところ。はい、ここで OK。はい、保存されました。ちょっと保存したものを確認してみます。OK できましたか。はい。何かおかしな出だし。え？これ。さっきお気に入りはトリーミングしたはず。なんで？これ。あれ？ここ切ったはずです。つまりですね、今の保存方法では、何かパワポで変えた結果といって保存はされないわけです。画面録画いったものをそのままポンと保存するだけ。ですが、本当の正しいやり方はですね、切った上でエクスポートにビデオの作成。少々時間はかかりますが、これをやります。名前別に付け直して、何ですか。いなばポートフォリオでも OK。はい。ここもビデオに保存しましょうか。エクスポート。はい、今、私のここ。横でほどにってます。見えますか？はい、OK。ほどん終わってます。では、確認してみますね。これ、どんな結果か。これでってね。はい。あ、OK。はい。お気に入り。見られた嫌なとこはパッと切られてます。はい。はい、OK です。この方法で。はい。短い動画でしたけども、いかがでしたでしょうか？ものすごく大事なことです。簡単にメディアに名前を付けて保存では、切った状態で保存はされません。で、先ほどはですね、まあ、どうでもいいお気に入りだったから構いませんでしたけど、もしここがですね、大事なことが書かれてる個人情報とか、生徒たち、子供たちの顔だったりとします。それを想像してみてください。で、それをもう不要になんかの講演とか発表でパッと出すとき、あ、しまった。あ、出てる。こういう風になります。だから、パワーポイントね、ものすごく便利なツールですけど、使い方をしっかり分かっておかないと、とんでもないことが起こります。気をつけてください。はい。くれぐれも、パワーポイントで加工した動画は、きちんとエクスポートと言って動画の作成に行ってください。はい。よろしくお願いします。はい。では、今回はこれで終わります。お疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いします。はい。では、また。